ラーでフーの役をやらせていただきました中込乙女です。今回映像での役者として初めて参加したのですけど、初めてのことばっかりで、こう自分が撮る側とは違う新しさに気づいたんですけど、こう一緒にやってくれたラーちゃんともすごいいろいろ話せたりして、進んでいくうちになんか一緒になんかロードムービーの中で一緒に冒険してるような感じになれて、すごく楽しかったので良かったです。明るくないというか、すごくはしゃぐわけじゃないのがちょっと自分と似てるかなと思ったので、どちらかといえばすごくやりやすかったです。共感もできました。今、映画学科で大学で映画の勉強をしていて、将来的にはこう児童文学作家兼脚本家として映画とかあとドラマとかの物語の脚本を書いたりして、こう作品作りに関わっていきたいなって思います。結構このラーでのフーはすごくリアルな自分に近いなと思って、こう演技もすごいリアルな自分と限りなく近い、演技というか自分自身としてお芝居ができたので、なんかこういうラーでの風役を通してこう自分らしさっていうのとか考えられたりとか、こう自分が作品にこれから作る時にこう自分らしい作品っていうのを考えられたなと思うので、映画を見ていく中で私らしいというのも考えてみてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。